れたまーの悪さまー、それも君もタイミング。クルーナイスです。ナイスナイスナイス。まあ、そういえば僕最近新しい声真似レパートリーができたんですよ。おすごい。おあのちょっとやっていいですか。どうぞ。ぜひ。あの夏目先生の真似をする中野アルマさんの真似です。ちょっとあるねー。おお。似てる。わかる。これは似てるわ。ちょっとあるねー。細かすぎても伝わらないモノマネの部分の。今電波来ましたね。あの本当にそれしか言わないもんね。そうそうそう。それしか言わない。ちょっとビブラートかけるんですよね。あるねー。そんなプロっぽいビブラードかけられるのか彼。そこはプロ出ちゃった。あ、プロですからね、チョケポヨさん。さすがに。いやいや、もう中野アルマのプロですから。そっちも限定なの。すげえ、めっちゃ似てるね。メインホール、メインホール、Can I happy anymore? メインホール、メインホール。水色、オレンジ、黄色。紫。ちょっとインク黒。色オレンジ、ピンク、黒。あら、カキさんが。おやおや。カキさん。あれ？あれな、さっき見な、あれどこだっけ？カキさん、武器庫から小見様の話に行こうとしてなかった？いましたよね。コックピット入りました。コックピット入ったっけ？いや、今直線カキさんの入りってたんで。コックピットですか、じゃあ。いや、あ、違う違う、俺の、あれ、うん、ネロちゃんがコックピコ付近は間違いないです。武器庫付近は間違いない。説明します。コミさんも乗ったんで、僕宿舎前から、エンジン、コミ前まで行ってるんですね。で、その時に昨夜さんと一緒にエンジンからコミ前向かってました。ただエンジンの、配線タスクを昨夜さんはやりに行きました。で、コミ前のドア開けたら、武器庫の上のドアに夏目先生と柿さんがくっついてました。はい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 。で、他様はコミューサボ直しに行こうとしたら夏目先生はコックピット行ってました。うん、っていう状況なので、夏目先生の方が柿さんの情報持ってんのかなって思うんですけど。いや、コックピットの扉は夏目開けた気がするから、うんうん、エンジンの方に抜けてるんだとは思います。コミューサボって誰が直してんすか。じゃあネロちゃんが乗せ、それを僕に入れて見てました。一人一人なんですか、ネロちゃん。うん、直しに行ってたのは僕だけだと思いますけど。その後ろで監視してました、ネロちゃんを。で、柿さんってその直前まで名前出してたんで、多分右側抜けてると思いますね、エンジンホールか。うん、確かにね。コックピットが抜けないのをちょっと保証してくれませんか、お二人。ん？向けて。コックピットの方に柿さんは行ってないことをちょっと二人の証言から出してほしい。行ってなかった気がする。夏目しかいなかったと思うと、ワンとじゃあ入っちゃってるから、言うと夏目、昨夜、ネロまではできない位置とだけ言っときます。他の位置でできないとちょっと教えてください。ね、センタンと昨夜さんとメインホールですれ違っている、うん、センタンはその後多分上行った。ミーティングでミーティング来てますね、先輩さんと一緒なんで、はい、アベージ最後セキュリティです。ただそのルートにもいないってなると、うん、アルトはタオル放り込んでます。うん、シャワーの左側扉閉まってます。じゃあどこにバグるかも。うん、スナパイさんかベレージさんか、アルトさんも入っちゃうね、タオルタスクやってるなら。
よいしょ。うん。おきみあげ。はい。はい。はい。位置言えの足取りだよね。うんうん。うん、先に位置言えてない人の位置を全員言った方がいいと思うので言いますが、はい、ピカクロス最終位置が診療所の心電図を治った直後に見ようと思って待機してました。その前に、昨夜さんとエレクトリカルとメインホールのはしごあたり、あ、違う。テンタンさんとエレクトリカルのはしごのところですれ違い、うん、その後昨夜さんと、エンジンの真ん中あたりですれ違って、私は一回診療室に入ったのね。その後、貨物まで一回抜けて、覚え毛を終わらせ、戻ってみようって思ったところでボタンが鳴ったってタイミングです。なので、位置関係的に私が右方向に行ってるっていうのは、昨夜さんから証明が取れるはずだから、って関われないと思ってほしいです。うん、うん、そうですね。はい。引き返してくるのもないですか？それだったら、多分昨夜さんが見つかるんじゃないかなって感じ。あと、アベレージさんとかが多分見つけてくれるはず。セキュリティにいるんだったらね、アベレージさんが。そうですね、通ったら多分見えると思います。アベレージさん、セキュリティで何してたんですか？ロングタスクやってました。ああ。だいぶ序盤にでもセキュリティの方行ってましたよね。そうですね。まあ、そこはめちゃくちゃ下手くそなんであれなんですけど。最初に電気室行って、そこでアベレージさん、セキュリティ方向に行くアベレージさん見て、メインホール行って、うん、スナパイさんとすれ違って、宿舎前でネロちゃんとサクヤさんとすれ違ってミーティング上がってチャゲプヨさんと一緒にタスクして、うん、ごめん直ってボタンなんでその時間ずっとセキュリティにいたことにはなるかなと思います。最終位置もそこなの？ミーティングです。僕はチャゲプヨさんとアベレジさんがですね。そうですね。今日そんなに多いかな。まあ、ベントキルが一番あり得るかなと。ベントもそうだし、なんか昨夜さんの視点で右に行ってるって確証がないんだったら下戻ってる可能性もあるんですよ。そうですね。ちょっと長いだけ覚えてる。あ、でも僕がキッチンとかに切ってるってことですか？うん、まああり得るし、そうじゃなかった場合は昨夜さんがやってるのもあり得ると思ってるので、白いしできるのは。ナパイさん、ナパイさん、カブリさんぐらいしかできないんですか？公表しました。え、俺できる位置なの？右抜けていたら。うん、右抜けたらスナパイさんだし、まあ、あ、桜さん視点、あのベリーさんかスナパイさんですね。ヒート管理が浅いな、スナパイさん。あ、貨物開いちゃったな。あ助けてー。ベントゲー見ました。受けて、なんかあまりにもびっくりしすぎてアメリさんと地位共有できて、俺は死にたくねあらじゃなくて、ヨッポヨさんか。俺誰がやったんすかね。ヨッポヨさんの目撃情報編とかないですか？ちょっと僕仕切りたいんですけど。あ、いいですよ、いいですよ。あ、いいですよね、仕切っても全然。どうぞ、はい、タイムじゃないかな。ダメです。ベントに出て入って出て入る。スナパイさんを僕とアブリーさんも見ました。見ました、見ました。いや、てか他の人も見たんじゃないですか？違うんですよ。そう、だからはドアを開けたかったんですよ。そう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 、あの開幕アルトピカクロススナパイがアーカイブで巻いてて、でアルトさんとスナパイさんがあのラウンジの方抜けようとしたらそのままスナパイさんが吸い込まれていた。いや、かわいそう。じゃあ僕から一言だけ言えるのは、アーカイブでネロちゃんスナパイアルトピカクロスって巻いてでドアが閉まってたんで、はい、僕は右に抜けようとしたらなんか弁当の方が入りやすいなと思って入っちゃいました。うん、ああ、そうですね。言うわけだったんですね。はい、でも、これどうしようもねえわって言って出入りしてたら、今度は貨物側から来たアベレージさんとセンターにも見られてました。そういうことか。あと、昨夜さんにも見られたと思います。
有力な情報ありそうだよ、ね、めちゃくちゃ詰まった今の一言。だから夏目先生とチャゲプロさんだけ見てないと思います。僕がベッド入ったの。みんなでわらわら走ってたもんね。から宿舎前でってさ、戻って確認しに行ったらさ、アルトさん蓋してて超面白かった。弁当ここは俺にはスナパイ。いや、殺せよスナパイって思ってただけなんですけど。ああ、だからチャゲポエさんの攻撃証言とかないっすか？ないっすよ。まあ、ないっすね。ないのか。むしろ詰められないな。最終的なクラスはメインにいます、僕。そうですね、私反対側のやつ直しに行こうとしてたんで、リアクターそう一緒に走ったよね。はい、殺されるかと思ってヒヤヒヤしました。逆に言うとあそこで殺されないってことはスナパイさんがどっかでチャゲポエさんギルしてんだろうなと思いますよ。いや多分ね、でもキルクール溜まってないと思うんだよな、スナパイ。あんだけ弁当入って入りしたからね。うん、あーそっか、それも確かにあるね。そう、相方ごめんな、スナパイさんで落ちてるんだったらもういいんじゃないんですか。お前なんか、いや、そうなんだけど、そうなんだけどさ、かわいそうだけど、ごめんな。こんなことあんだ。僕が行ったタイミングで見せたのかと思ってたら、その前から見せたのか。へいへい。へいへい、答えて、誰かいませんか。ずれたまーの悪さも、それも君も、タイミング、僕の心を殴ます。なんて不思議な力。ピンク。サバはね、必ず向かいましょうね。向かわないともったいない。これって絶対もったいない。ない、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 ない。ないないないもったいないよ。ない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 もったいない。ピンク白水色。ピンク白水色。はい、死んでる。現ご飯です。コックピット夏目先生が切られてたんですけど。はい、うん、安倍さんか。あ、僕ですか。僕最後ミーティングっすね。弁当に。弁当に。パカって。見られてたか。じゃあとりあえず位置行ってきます。セキュリティずっといたしね。シャワーです。うんうん。もうシャンピオン4丁、4票入っちゃったね。あ、もう無理で逆転しようかな。ね、何のものもね。うん、もう無理だよ。自分に、あ、あ、ひきょう。弁当で事件が起きすぎない。ナイスナイス。ナイスナイス。やばいやばい、これ、やっぱり最後のセリフ入っちゃうよ。入っちゃいました、ね。見られてそうってめっちゃ聞こえてたね。見られてそうってめっちゃ声聞こえたし。なんか、柿さんもなんか一瞬、あみたいな、これ。いやー、これ、ボットやめた方がいいかもしれないですね、そしたら。やめる？うん。オッケーオッケー。手動で。かわいそうだ。今はどんどんね。優秀すぎて、やめられる。そう、ね。遺言が言えないっすね。確かに。あと。なんか、時間調整とかボットできればいいんですけど、ね、まあ、難しいか。解除されるのが、もうちょっと遅ければね、絶対いいんだけど。うん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 。釣りが決まった瞬間に入りますもんね、ミュートに。そうですね。なかなか残す。誰よりも早くなったからな、ボットの仕事。うん。今まで。無能になった瞬間、無能になったな、こいつ。でもな、シビアなんだよな、こういうの。そうなんですよね。そうですね。無能とかいなくてもらっていいですか、制作者さんとコンタクト取ってるんですけど。いやいや、違います。違うんですよ。言うの、あの。今日アベレージさん失言が多いですね。違うんですよ。いや、有能が言うのってちゃんと僕言ったんですよ、それは。そのやっぱ今まで、その緩めのやつで慣れてきたから、こうきっちりしだすと、あ、今までちゃんと。はい、お願いします。お願いします。